どうもこんにちは。イラストレーターのイクシーと申します。前回に引き続き、コロソさんからまた第2弾講座受講させていただきました。今回はイラストレーターの秋田ひかさんの講座となっております。こちら、良かった点とか紹介できればいいかなって思ってます。よろしくお願いします。で、まず自己紹介の方がありまして、商業プロとして活動中で、主にライトノベルや公式グッズなどされてる方ということで、楽しみに受講させていただきました。楽しみわかんないですけど。で、結構、セクション1というよりは、2からガッていきなり魅力的にするにはどうしたらいいかっていうのをいきなりドバッと出てきて、基本的なところっていうよりはこうしたらいいんじゃないのかっていうのとか、そもそも絵描くためのどうすれば成長するかっていうのとかを具体的に説明し、だからこういうところが描き始めるといいよっていうよりは、精神面からまずこういう心構えやった方がいいよっていうところの説明が始まってて、またちょっと違ったアプローチで講座の方進めていけるんじゃないかなと思います。座学がしっかりやられた後に、一番最初にすごい気になったなってところが、資料の大切さみたいな、いきなり書き始めるんじゃなくって、どういう風に資料を見ていけばいいかって、これ結構あるんですけど、割と資料見ずにやるのが正義って思って出る人とか、まあいるんかな、今の時いるかわかんないですけど、結構昔はいたんですけど、何かを見て書くっていうことに対して抵抗があるみたいなのって結構いらっしゃるんですけど、やっぱ上手い人ほど資料を見るので、そういった資料の集め方とか見方っていうのをしっかり解説してくれてるっていうのは結構珍しいのかな。他の講座でもあるのかちょっとわかんないんですけど、すごい重要なところから解説してるな。絵の構造決め方からは喋りましたけど、これを最初の方に持ってくるのって結構すごいなって思いましたね。これセクション3なんですけど、バーって見てて、まあ、しっかり丁寧に説明してくれてるんですけど、なんで資料を見るのかとか、どういう集め方したらいいのかって、分かんない人分かんないと思うんで、僕も正直ここら辺そんなに詳しいわけじゃないけど、講座見たらあだよなっていうところがすごく多くて、資料を集めるの苦手とか分かんないっていう人にはすごい参考になるんじゃないかなって思います。ポイントとかも次の講座で説明してくれてますし、じゃあ実際に資料の集め方の後はキャラクタードローイングのポイントっていう講座に入るんですけど、こちらは正直一番刺さった僕にですけど、他の人は資料とかも刺さるかもしれないですけど、やっぱりなんだかんだ言ってキャラクターが一番こういう二次元イラストレーターからしたらやっぱメインで頑張らなきゃいけないところで、そういったキャラクターの魅力的な描き方、体とかの描き方、すごい説明されてて、いやこれいろんな描き方あると思うんですけど、基本的にやっぱ人間の体ってこういう性的なものを持ってるので、こういうのをいかに魅力的に描くかっていうのとか、これが例のコントラポストですね。僕が以前ちょっとコントラポストわかんないって話したと思うんですけど、コントラポスト僕みたいにわかんない人でもわかるように丁寧に説明してくれてるんで、実際にこうやったらいいよっていうのとかをめちゃくちゃわかりやすく説明してくれてますね。そして今回僕が秋田先生の講座で一番すごい参考になったというか、めちゃくちゃ役に立った講座なんですけど、具体的に言うとセクション4の09、キャラの体型に合わせた魅力的な絵にするにはっていう箇所なんですけど、1時間ぐらいの講座になっていて、どういう講座かっていうと、主に人体の特に女性の体のラインの描き方とかをめちゃくちゃ魅力的に表現されていて、ですいません、ちょっと違和感感じるかもしれないんですけど、こちらちょっと僕があまりにも過激な表現をしたので差し替えをお願いされてるんで、もしかしたら抑えまくってるなっていうのとかが伝わっちゃうかもしれないですけど、ちょっとすいません、ご勘弁いただければと思います。前置きすみません。具体的に女性の胸のラインとかボリューム、上半身から始まって、で本当に本物の人間から二次元にどう落とし込んでいくというか、少ない線でもめちゃくちゃ立体的に表現できる方法というかっていうのをちょっと一個一個丁寧に説明してくれてます。でここら辺からちょっと下半身に移ったりとか、とにかく本当にめちゃくちゃ魅力的で、線のラインがこれを参考にすればもうかなり女性の体を魅力的に描けるんじゃないかなみたいな講座になってます。結構パパパって描かれてるんですけど、こんな少ない線でめちゃくちゃすごい魅力的しか言ってない、すいません、語力使わないで、すいません、魅力的なイラストを描くためにどういうところを気をつけて表現していけばいいかっていうのを、本当にこうやって横から見た、後ろから見た、前から見たっていうのとかを上半身から下半身までしっかり説明してくれてます。どういう風にやったらどこが潰れるのかとかどういうラインだとすごくいいのかとか、でこれは体に対して
どういう意思を当てるといいのかとかしっかり説明してくれてますね。これとかすごいみんな気になってるところみたいなところ、こういう衣装を着るとどういう風に体が変化するのかっていうのとか、こういったちょっとした女性のイラストとかでもパッと目を引くような魅力的なイラストや体を描きたければ、本当この講座だけでも見てほしいなって思います。本当に参考になると思います。僕は1時間こちらみっちり見させていただいたんで、よかったら皆さんもこの講座受講されたら、特にここを注目していただけるとすごく参考になると思います。でラフの書き方説明してるの珍しいなと思いました。結構ラフの書き方って僕人それぞれかなと思ってたんで、ただこのラフの書き方はちょっと正直すごいラフから丁寧だなと思いました、ね、これで線画でいいじゃんって思いましたけど、すごい魅力的なラフの描き方を説明してて、やっぱみんな一個一個こうやって線引いて考えてるんだなっていうのを改めて考えさせられましたね。僕も考えた方がいいのかな。あんまり僕ラフの時は考えてないんですけど、ラフ苦手だって人はすごいいい説明されてると思うんで、いいと思います。そのラフをどうやって線画にするかっていうのもちゃんと次の章で説明してるので、これですね。秋田先生は青くしてから見やすくしてって感じですね。人によっては線画描かずに色から作っちゃうって方もいらっしゃるんですけど、秋田先生は僕もそうなんですけど、線画で形作っちゃうタイプですね。結構似てるタイプの描き方してるんで、すごい分かりやすかったです。僕から見ても。厚塗り形式でその後に線画作っちゃうって人ってよりは、もう、まあ、アニメーターやってみたいなって人とか見るとおすすめかもしれないです。支流の描き方の一つかな。あとは、これめちゃくちゃいいですね、ライティング。光の当たり方ですよね。これは多分、他のコロさんの講座でも説明されてる方多いと思うんですけど、流行りの逆光の塗り方とかについての考え方をしっかり説明されてるんで、結構いい加減に塗るよりは、こうやって一回説明受けた方がすごい分かりやすいかなと思います。僕はちょっと独学で突っ切っちゃったんですけど、こういうのあったら当時良かったな、すごい思いましたね。あとなんかよく省略する人も多いんですけど、反射光っていうのがあって、これは僕も一応知ってはいるんですけど、あんまやってなくて、本当はやった方がいいです、本当に。反射光に関しては。光源から逆側のちょっと下側が光るよね。説明をしてて、まあこれって普通に美大行った人とかからしたら当たり前かもしれないですけど、僕みたいに独学から始めた人はちょっとよく分かんなかったりするので、そういうのをしっかり説明してくれるのはいいなと思います。その後にまたさっきのライティングから話に戻って実際に詳しく説明してくれてるので、なかなかいいんじゃないかなってすごい思いますね。だから書き始めの人が見るっていうよりは、ある程度書き慣れた人が見る講座としてはかなりすごい強力なんじゃないかな、この秋田先生の講座は。これでなんかちょっとなんとなくやってたけどよく分かんなかったなっていうところのおさらいとか、調べるのちょっと億劫だなって思ってた人がすごい分かりやすくなってます。だから割と僕が絵描き始めて1年目ぐらいの時にこれあったらすごい良かったなっていうことですね。今に見ても全然参考にはなるんですけど、最後にしっかり他の方の講座と同様に一から絵描き始めてどういう風に描いていけばいいのかなっていうのをちゃんと説明してくれてる章になりますね。これはめちゃくちゃ肌の塗り方とかから説明して、これは塗りラフかな、さっきの線画ラフから、あ、すごいですね。ラフの後にまたこれ詳しくラフ作ってるのかな。ここまで僕は丁寧に描いたことないんです。すごいですね。こっからやるんかな。こっからガーってやって暗点で確認して背景を塗り込んで、いやすごいですよ、この波が。本当にちょっと飛ばしちゃいましたけど、こういう波描きたいって人だったら波しぶきか、ぜひ多分これ説明してくれてるので、まあ、ここはちょっと見せないですけど、ぜひぜひ。いやこれすごいです。本当目引かれると思う。塗り込み作業、あ、背景から塗り込むんです。わざとらしいところ、すいません、一回見てるんだ一回見た後にやってるんで、ちょっと、わざとらしいかもしれないですけど。いや、本当に、初見だと感動しましたね。もう、すっごい塗り込んでるなと。こういう、線画をしっかり描いた後、塗り込みたいという方には、ぜひおすすめですね。これは、脇のあたりは、ライティングで説明した反射光とか使われてますよね。で、最終的に、キャラクター塗り込んでいって、最後に、細かいところ仕上げますみたいな。この一枚作るにはどうしたらいいかっていうのを、何時間だろう、もう6時間以上か。にわたって説明されてるんで、ハンボックスとかで上手い人がたまに PSD とか売られてると思うんですけど、 PSD とか購入したけどよくわかんないなって人とかがもう一回詳しく説明してほしいって人にはめちゃくちゃおすすめですね。こんな一枚のイラストを何時間も丁寧に説明してる動画ってなかなか普通じゃ得られないので、ぜひよかったら
秋田先生の講座を購入されてみてはいかがでしょうか。いや、僕はこの1枚の講座も良かったんですけど、やっぱドローイング中の女体の描き方がちょっといやらしい話とか抜きにしても、やっぱそういうの必要なので、どうしてもそれがすごい分かりやすかったですね。一から勉強してみたくなりました。僕も人によっては多分こっちの魅力的な塗りを仕上げるためにはって講座の方が良かったりするんですけど、なんなら最初飛ばしましたけど、座学でどういうところを気をつけたらいいのかなっていう説明とかからしっかり聞いて、秋田先生みたいに美しいイラストを描きたいなと思ってる人だったらすごい参考になるんじゃないかなと思います。改めてコロソさんの講座とかってやっぱ長いので、ね、いやちょっとアンケートしておけたら、ちょっと正直マジで1から10まで見るとめちゃくちゃしんどいんですけど、2万円とかで買うなら本当にお得なので、めちゃくちゃすごいおすすめです。よかったらちょっと購入検討されてはいかがでしょうか。最後に、また今回も前回のようにクーポンの方いただいておりまして、動画の概要欄の方にリンクを貼っていただかせておりますので、こちらから飛んでいただければ少し安くなって講座が受講できます。まあただ単純にも講座自体も安くなっているので、コロソさんの仕様なんですけども、説明がいまいちだったかもしれないんですけど、すごく魅力的な講座で、特に途中でもありましたけど、やっぱ魅力的な女性のイラストを描きたい方にピンポイントで刺さる講座じゃないかなと思うので、お時間とかご予算にもし余裕があるんであれば、この講義をぜひ受講していただければと思います。よろしくお願いします。イラストレーターのイクシーでした。ありがとうございます。失礼します。